もソップラビットの達也と、ある人と、大体です。ということで、今回は、トイストーリーにまつわる都市伝説をやっていきたいと思います。はい、いや、トイストーリーはいいアニメですよね。めっちゃ好きだよ。どんな内容かわかりますか？わかる、全然わかる。今、説明すると、うん、お砂糖、スパイス、素敵なものをいっぱい、全部混ぜると、むっちゃ可愛い女の子ができるはずだ。いや、それパワーパフガールズ、それ。お砂糖、スパイス、素敵なものをいっぱい、全部混ぜるとむっちゃ可愛い女の子ができるはずだった。だけどユートニウム博士は間違って余計なものも入れちゃった。それはケミカル X。 おケミカル X をそんなとこ置くな。なんでそんなとこ置く。いや分かってたよ、それは当たるやろ。だけどユートニウム博士は間違って余計なもの。始まったんです。当たりに行ったように生まれちゃうからね。ということで、はい、映画も始まります。都市伝説トイストーリーでございます。こっちでしょ。いやもうこれあれですよ、これトイストーリー好きな人からしたらもうこれスケさん希望な情報ばっかなんで。拡散なお前。スケさん拡散の拡散やのスケさんが飽きちゃったよ。このもんどころが目に入った人はリツイートお願いします。いやいやもんどころリツイートすんなこのもんどころは目に入らぬか。こちらにお集まかとどなたと心得る。恐れ多くも先の副将糸光圀に功にあらせられるぞ。パワーワード好きだ。そんなもんどころって頻繁に出すか。出すか、出すな、出すわ、あいつら渡す、はい、ということで今出しておくんで、はい、皆さん拡散お願いします、はい、ということで、まあ、映画になりますトイストーリーですが、はい、実は存在する意外なお話の数々、はい、まあ、まずは主人公のウッディからいきたいと思います、はい。あのウッディなんじゃね、カウボーイ系漫才じゃん。確かにな、俺がついてる世界すごいもん。ということで、陽気な性格のカウボーイキャラで映画に登場するキャラクターの中でも1位2位を争う存在、うん、そんな主役のウッディですが、映画制作の最中、彼の異常な性格が作品に影響を及ぼすという説が流れ、実は販売中止の危機に陥っていたらしい。それでも映画のストーリーとウッディの存在は切っても切り離せず、やむを得ず性格を改良して中止の危機を逃れたようです。じゃあ彼の本当の性格はどんなんだったんでしょう。気になる。じゃあもう流れてるやつは全然改良されてるバージョン。改良されてる。ああそうなんだ。もともとはそのヤバすぎて性格がね。どんなやった。いや多分ね、もうこれ相当なラギキャラだと思う。まあまあまあ釣りとか厳しいから、もうすぐウッディがもうはい、ワイワイワイ、夢夢のトールスなお前。ラップしてた時期ね、トールさんが。ということで、まあそれは分からないですが、実はこんなお話があると、はい、そして続きまして、はい、まさかのまさかスティーブ・ジョブスが実はトイ・ストーリーに援助していた。お金、お金です。闇分、一見関係がなさそうな組み合わせですが、都市伝説によるとスティーブ・ジョブスはトイ・ストーリーの映画制作に投資していたという噂があります。実は彼当時はピクサーの CEO だったこともあり、その流れで映画制作に5000万ドルの大金を投じたらしい。映画の制作から公開までに大量の金額、お金がかかると知ったジョブス、当初は投資したことを後悔していたみたいですが、しかしその後映画は予想以上に大ヒット、彼の資産も大きく増えたので結果は上々だったとのこと。いや見る目なんだな。じゃあピクサーの社長だったってこと。うん、で5000万投資して5000万ドルやからもっとやる。すごっ。50億5億、バックもすごいでしょ。そのすごいと思うよ。すげえ。でもまあそのジョブスの投資がなければトイストーリーの映画制作ができなかったって思うと、ディズニーファンとしては感謝せざるを得ない。いや永遠よこれ感謝。ちゃんと関係してます。わおファンタスティックベイビー来てる。わおFantastic baby。 続きまして、トイストーリーは意外なおもちゃに出演を断られていた。意外なおもちゃ。はい、トイストーリーといえば様々なおもちゃが登場する映画ですが、その流れで有名どころのおもちゃも多数出演しています。都市伝説によればある人形に出演を拒否されていたらしいです。じゃあその人形とは何でしょう。人形か。はい、徹夜のラブドールではありません。まず先に。あ、そっち系じゃない。そっち系ではないです。チャッキー。おお。あれはもう出せませんから。でもまあそれトイストーリーがホラー映画になってしまう。そうですよ、殺人始まっちゃう。じゃなくてですね、はい、実はバービー人形です。え、出てない。あ、でもはじめさんは出てない。どっちどっちどっち。いやいや、そのフォーリンダム。Yes、フォーリンダム。
もしバービーがトイストーリーに出演したら、これこそ話題沸騰しそうなものですが、密かに一作目の出演オファーを断ったようです。ただし一度は共演を蹴ったものの、映画のヒットを受け2作目の出演オファーには承諾だよ、ね。まあ、世界的ブランドなだけに分かりやすいほど足元を見ていたわけですね、ということです。1度目断って2度目もオファーするのすごいね、トイストーリーは。確かにね、見返したいよねそこはね。いや、かよ、売れたから、はいはい、断ったけど1作目当てましたよと、はい、2作目もオファーかけてやるからどうですか、バービー側が出してくださいってなったかもよ。あー、逆転したかもしれない。気持ちいい。いや、それは最高、感謝永遠に、はい。続きまして、日本のおかげでトイストーリーに再出演が決まったキャラクターが存在する。日本のおかげで、はい、アンディじゃないこれ、アンディいや、アンディはもう言いたきゃダメだまあ、次々に続編が公開されていく中、日本人に人気で続編に登場する予定のなかったあるキャラが見事再登場を果たしたという噂があります。じゃあそのキャラクターとは何でしょう。誰だろう。まあ、そのトイストーリーに出てくるキャラですよね、うん。で、もともと最初だけでってことはメインじゃなかったって。そうそうそう、さ、モブキャラだったの、うん。誰だろう。バズめっちゃメイン大メイン、大メインだね、うん。やっぱアンディじゃないどう考えてもアンディじゃない実は、はい、リトルグリーンメン。あ、もう俺死ぬほど全てのグッズも集めてますから、ね、好きだよね。家にリトルグリーンメンだけの棚あるから俺。え部屋とかじゃない、棚だけだよそのぐらいの勢いだと部屋ザラにいるってこと。棚はまあある結構いるんだよまあ、彼は当初トイストーリーの1作目のみに出演予定で、2作目に登場する予定はありませんでした。ですがリトルグリーンメンが日本で大人気だというのが話題になって、これを知ったピクサーが急遽2作目にも登場させることを決定させたらしいリトルグリーンメンじゃないの。ん、リトルグリーンメンなのえ、何リトルグリーンメン。違う、リトルグリーンメンでしょ。いや、それやってることあるよ、あの PDR さんのマホトと変わんないからマホトはWhat's a fuck? Fucking pathetic. マホト、マホトでしょだって。まあでもマホ、まあそうね。まあまあ一緒だね。うん。マジすか。続きまして、ハスブロ製品であるミスターポテトヘッドの使用許可がなかなか取れずに苦労した。違うやつのキャラクターなんだ。いや、ハスブロっていう製品だったのか。所属が。へー。ホリプロ的なね。まあ音は一緒ですけど、ね、確かに。でもこれがなかなか出すのに苦労したわけですね。で、今考えるとアニメだけどもやってることはドラマとか、そのなんか、ね、日本でいうそのオファーをかけて出てもらう、はいはいはい、っていうのと一緒なんです。トイストーリーのオリジナルキャラじゃないってことか。そう、借り混じってるってことだ。え、すごっ。だおもちゃ界の有名人たちを映画に出して動かすから、こっちが売れましょう一緒にっていう。そういうことか、うん。豚の貯金箱とかあれ日本からでしょ多分。あ、あれは確かにね。あれ日本代表でしょ。確かに確かに。だからあれはそういう見方もすると面白いかもしれないですよね。続きまして、はい、バズの名前はもともとラリーだった。ラリー、ラリー、ラリってるからかなちょっとね、言っちゃってるから。まあ、まあ最初はミリタリーアクション風、そして宇宙テーマ風の名前にするためにディレクターがラリー、そのラナリーとか、宇宙っぽい、宇宙っぽい、そういうイメージがあったんですが、はいはいはい、最終的に現在のバズライトリアになったんですね。で、バズという名前はアポロ11号の宇宙飛行士エドウィン・オルドリンの通称バズから付けられたそうです。へえ、あ、実際にいた人なんだ。だからあの宇宙服みたいに着てますよね。なんでその名前でバズになるんだろう。全然バズ要素なかった通称バズな、エドウィン・オルドリン通称バズやばくない。矢野春人通称 M とかやる。いや、そうや、そうや、関係ないやん、うん。でもまあお前の M は M だからな。シルダンユじゃん、お前だって服飾服飾すんの確かに通称シルだもんあなたシルなんじゃないですか、明らかでもそれ会社で言われたらびっくりするよな、呼ばれていきなり役員会議あなたシルなんじゃないですかバレたーいやいや、まあ、そうやだ見てたこいつになる続きまして、はい、シドの部屋のポスター内の男のタトゥーがミッキー。あの日見た空の人。うん、それはシドだけど、そうじゃなくて、はい、シドっていうトイストーリーの全く V 系には似ても似つかないこの大角刈り坊主で、この画像をご覧ください、後ろにすごいデビルっぽい、それこそ V 系のようなあるじゃないですか、はい、ここにミッキーのタトゥーがあるらしいんですよ。
ここですか。あ、これ、うん、これをディズニー側が OK するんですね。タトゥーに関する考え方が、はい、やっぱ海外だから、うん、ディズニーも OK するのかなっていうことなんです。ああ、全然多分何のあれもないよ。もしこれが日本映画だったら、日本はタトゥーに関してまだ硬いんで全然ダメだと思うんですよ。そうだね、結構言われそうだね。うん、僕もタトゥー入れたいんですよ。チンコの上に、でも僕はね、ここ空いてるんですよ、ここ。お、あ、綺麗だね。そう、本当は男ってここ毛生えてたりするんだけど、まだくすぶってるね、ここ。そうそうそう、くすぶってる。発展途上なのよ。ここに入れたいのよ。何？トライミーって。トライミー、試してみる。おー、おっしゃる。そう、そういうタトゥー、なんかさ、面白タトゥーを入れていけば、日本のそのタトゥーの概念が怖いものから面白いものに変わるんじゃないか。あ、確かに。なんか入れたいのある？ここに涙袋って入れたい。え、文字？お前メジャーリーガーよりひどいな。太陽の光も避けられる。なんかあります。何でしょうかな。あ、俺あれだ、あの右半分全部にタトゥー入れたい、俺。うわ、ぎっしりってこと。ぎっしり。お前 TS と会ったら一つになる。かちゃんと約束した右側はそのままでいて OK。 タトゥー人間生まれる。タトゥー人間生まれる。フュージョンしちゃう、俺。もう片方が真っさらです。まっさらない。え、それいいよ。まあ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 、そんなんでは助からんけど。次がラストです、はい。トイストーリー2は一度完成したデータが完全に消えてしまったことが。えぐ、これ俺らはめっちゃわかるでしょ。えぐ、映画でしょ、しかも、うん、完成したのに。完成して、あ、できたと思ったらパンって消えたことがあったんですね。ですが、運よくバックアップが残っており、事なきを得たという。うわ、危なっ。えぐ、最後にゾッとする話でした。やったやつ一生かかっても払えんぞ。いや、殺されるってマジで。そう、これほど飛ぶというのはやばいことなんですよ。編集しているその10分程度の動画でも、いやいや、俺らね、気失いかけるけど、2時間ものでしょ、だってこれ。そうやね。しかもすごい CG というか、そうそうそう、バレるでしょ、だって、うん、いろんな人が多分そいつのこと殺すと思うよ、多分。おもちゃにすればいろんな意味で。I'm not afraid to die.